おはようございます、シュです。今日はですね、2023の遊び北海道の、直前動画をお送りしたいと思います。で、夏の北海道といえば相棒はセローですね。今日ですね、実は新たな装備を加えまして、まあ新たな装備というよりですね、ナビを買い替えました。今まで使ってたですね X ライド全く動かなくなっちゃって、やっぱりナビは必要だなということで、以前から欲しかったユピテルのナビを中古で買いました。北海道ツーリング、スマホのナビだけだとですね、まあ、どうしてもクローズされたエリアを見てるんで、こちらのナビを使えばですね、こっちに大きな北海道の、地図を、表示してですね、こちらで細かいものを見るということができるので、まあ、以前から欲しかったユピテルを導入しましたので、今日はちょっとこれのですね動作確認も含めた動詞ツーリングになります。もちろんわらじカツが食べたいというのもあるんですけどね。で、その道中ですね、今回の2023の遊び北海道のですね、プランをちょっとご説明させていただこうかなというのとですね、この動画の最後にですね、ちょっとしたご報告があります。それも含めてですね、最後までこちらの動画を見ていただければなと思います。では動詞へ。The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through.道志道に入りました。今回のですね2023のわさび北海道ツーリング、出発はですね8月の11日から19日の、予定になってます。でですね、今年のフェリー争奪戦めちゃめちゃ苦戦しました。やっぱりコロナ明けってことで、今までの3年間とは全く違ってですね、すごい競争率で、大洗から行きたかったんですけども、全く取れませんでした。で、行きはですね、新潟から、それも11日の夜10時半かな。で、苫小牧へ向かって、帰りはですね、案の定大洗行きが取れませんで、仙台に行くことになってます。よって行きは新潟、帰りは仙台という、どうしても大洗は取れなかったということでですね、ちょっとセローで高速をですね長距離走りたくないんですけど、まあ仕方ないですよね。なんとか新潟と仙台が取れたってことで良かったと思うしかないですよね。最悪自走になるところだったんで、一応そんな形で今年の北海道行きます。でですね、今回の北海道ツーリングの、メインスポットなんですが、実はですね2年前に礼文島に行ってですね、とにかく感動したんですよね。それで去年利尻島に行ったわけなんですけども、今年はですね、この流れから行くとですね、以前から気になってた八木尻島と手振島に行きます。オロロンラインを走ってて以前からずっと気になってたんで、今年はですね、礼文、利尻と来ましたんで、
八木尻島と手売島に行こうと思ってます。で、実際ですね、今回で6回目の北海道になりますので、まあ一応ゴールデンウィークに道南を走りましたんで、ほぼ北海道はもう一周したような感じなんですよね。いや、まあ全然まだ足らないですよ。ただ一応ですね、大体のところは行ったというところもあって、実はこの島がですね、非常に個人的に気に入ってるんですよね。もちろんあの北海道自体は人が少ないんですけど、キャンプ場も全然人も少なくていいんですけど、島はですね、さらに人が少ないんですよね。もう本当にですね、自然を楽しんでるなっていう感じがですね、島はすごくありまして、よってですね、ここ2年間必ず島に行くようになりまして、まあ、今年もですね、島に行こうと思っております。で、あとですね、大雪山の周りの林道をちょっと走ろうかなと考えてます。あの辺りもですね、かなりいろいろ林道がありまして、まだそこは全然走ってませんので、この瀬路で行くっていうことはですね、あの北海道の素晴らしい林道を走るっていうのが、楽しみなんで、今回はですね、大雪山のあたりを走ろうと思っております。ただですね、北海道そう簡単じゃないのが天気なんですよ。なので、今回のメインのスポットはですね、島なので、八木尻島と手売島なので、晴れを狙ってですね、この2つの島を、大優先に行こうと思っております。まあ天気だけはね、わからないんでね。今回もですね、瀬路で行くってところで、やっぱりですね、不安はいろいろあるんですよね。今7万3000キロになってるんですよね。もう長老オートバイということで、ここ2年間もいろいろトラブル起きてまして、まあご存知の方は、私の動画を見ていただいている方はお分かりの通り、この2年間キャノンボール大佐に助けていただいて、なんとか北海道ツーリングを続行できてるんですけど、やっぱりですね、いろいろ懸念点がありますんで、今回もですね、いろいろパーツを持っていきます。で、去年ですね、実際のところ、不安材料だった電気系のジェネレーターは交換してるんですね。あとキャブレーターも交換しました。でも液パイが錆びて、去年の北海道の旅の途中でですね、液パイが折れるということがあったんで、まあそれもですね、戻って、液パイを新たに購入してですね、新しくなってますんで、まあ液パイ、あとジェネレーター、あとキャブレーターも、まあ、大丈夫なんで、今後の懸念点としてですね、今回持っていくパーツはですね、レギュレーター、あとですね、スターターリレー、あとこのアクセルワイヤーとクラッチのワイヤーですね。あとそろそろ来るんじゃねえかっていう思うですね、セルモーター。あとですね、2年前にもう交換はしてるんですけども、ニュートラルスイッチですね、この6点をですね、持っていこうかなと思っております。もうこれ以外がダメな時はもうエンジンなんで、もうその時はもうお手上げかなと、いうところで、まあ、この6点は旅先でも自分で直せる内容なので、一応そういった部品を持ってですね、行こうと思ってます。いやー、どうしてもですね、もうこのセローがもう愛着でいっぱいなので、いろんな不安はありますけど、やっぱりこのセローと行きたいんですよね。なので、まあ部品を持って今年も行こうと思っております。あとですね、今回の野遊び北海道で、
重視してるのはゆっくり北海道を過ごしたいっていう思いがあるんですよね。もちろんですね、北海道ですごく晴れてるとですね、走りまくりたくなるんですよね。で、今までですね、今日はここまで行こうとかですね、もうとにかく走りまくってたんですよね。ただキャンプ場とかですね、もっとゆったりとした、時間も過ごしたいなってちょっと常々感じていたんですよね。でやっぱりまだ北海道をいろいろ走れてない時はここも行こうここも行こうってなりがちなんですけど、もうさすがに6回目になりますんで、だいぶ北海道もですね、名所名所は行きましたんで、そろそろですね、訪れた場所をもっとこうより深くですね、その場所を楽しむような時間の使い方をしたいなって思ってるんですよね。なので今回の北海道ツーリングはもっとのんびりとしたですね、あと自然をですね、もっともっとゆっくり眺めながらの時間を、持てればなと思っています。道志に着きました。うわすごいな、バイクの数が。やっぱね、こう晴れてると道志はライダーだらけだよね。すごいなこれ。うわすごいわ、川遊びみんなしてるね。よし着きました、わらじかつ。わめっちゃ混んでる。おお、いいねいいね。よしここに止めよう。わらじかつめっちゃうまいね。あんなに安くてすごいですよね。なんか北海道に行く前にわらじかつを食べるっていうのがちょっと習慣になってきましたね。すごいな、めちゃくちゃ混んでるわ。ではですね、動画の冒頭でお話ししましたご報告なんですが、実はアドベンチャーバイクを買いました。実はですね、この YouTube で何度か話したことはあるんですけども、ずっとアドベンチャーバイクが欲しくてですね、実は去年の秋にですね、2023年に、夏にアドベンチャーバイクを買おうと決めてました。ゴールデンウィークにデイトナで、東北北海道を自走したのはですね、その理由があったんですね。おそらくアドベンチャーバイクを買ったらもう SS で、東北や北海道を走ることはないだろうとそう思ってまして、で当初ですね、デイトナを手放してアドベンチャーバイクを買おうと思ってたんで、今回のゴールデンウィークデイトナで、北海道に行ったというのが実は理由だったんですね。で、実はですね、今回のゴールデンウィークをデイトナで走って思ったんですけど、やっぱりですね、あの3気筒のエンジンと排気音はすごく
すごくたまんなくて、うわーもうこのサウンドもたまんないよ。飽きないね、1週間乗ってても。おお、1週間あのサウンドを聞いてたらですね、ちょっとこれデートラー手放せないなという答えに至りました。まあ、そもそもセンターアップの大型の SS に乗りたいというのがあって、大型免許を取ったぐらいなんで、やっぱりあのデートラーに対してはやっぱ思い出がすごくやっぱあるんですよね。でなおかつ、ゴールデンウィークの北海道があまりにもデートラーで楽しかったので、これはちょっと手放せないぞというところで、かといってですね、今このセローと R25 デートナー、そしてアドベンチャーバイクと4台っていうのはですね、ちょっと駐車スペースの問題でですね、ちょっと難しいんですよね。例えば俺のガレージが広い場所であればそれは増車でもいいんですけど、今の環境ではどうしても4台持つっていうのはね、ちょっと厳しくて、体も一つなんでさすがに4台よなーっていうのもありまして、当初はデートナーを手放すという予定だったんですけども、デートナーを手放すのをやめました。よってですね、もちろんこのセラーも手放せませんので、R25 を手放すことにしました。マジか。で、まあ正直なところ、この関東の例えばこの道志、あと伊豆、秩父、やっぱりR25 で走るとめちゃめちゃ面白いんですよね。デッドゾーンまでガンガンに回して走れるっていう、そういう楽しみがあって、まあ所有してたんですけども、ですね、やっぱり音がですねずっと気に食わないっていうのはあったんですよ。だから R25 も、買った時はすぐにですねスリップオンに変えて、去年フル駅までしたんですけど、まあもちろん音は良くなってはいるんですが、やっぱり所詮2気筒の 250cc の音なんですよね。自分が求めてる音にはやっぱならなくてですね。でその点ですね、デートナーの音はもう最高に楽しいんで、結論としてはですね、 R25 を手放して、アドベンチャーバイクを、導入することにしました。で、アドベンチャーバイクなんですけども、ちょっとまだ納車まで時間がかかりまして、もう契約は済んでるんですが、ちょっと1ヶ月ぐらいかかるんですよね。なので改めてですね、アドベンチャーバイクの納車の時はですね、動画を、納車動画を上げたいなと考えております。よってですね、今回の夏の野遊び北海道はもちろんアドベンチャーではなくてですね、このセローで行きますんで、おそらく夏の野遊び北海道はセローで行き続けると思います。やっぱりですね、この軽い車体は気軽にですね、あの初めての、林道も、行くことができますんで、やっぱり大型アドベンチャーってなるとですね、ちょっとそういうのはできないんで、で来年のゴールデンウィーク、北海道はですね、アドベンチャーバイクで行こうと思っております。なので夏のこのセドでの北海道が終わりましたら、戻ってきたら、アドベンチャーバイクもありますんで、ちょっと秋はですね、そのアドベンチャーバイクで、ロングツーリングをしたいなと一応考えております。ではですね、これからちょっと同志のですね、温泉に入って来たる夏の野遊び北海道のことを考えながら温泉を楽しみたいなと
思ってます。ではまた。うわっ。